ラストダンス。ローズとフランクいい関係になってるやん。こっちみんな音楽が欲しい。ああそういうことね。音楽が欲しい。あ、レコードをセットするって感じかな。なにこれ。なるほど。なに、あ、こうか。決まってる、なんか行けるとこが一直線にしか動かれへんみたい。あー、そういうこと。簡単や。うん、簡単や。いけるいける。ん？え、途中で止まっちゃうん、これ。止まられへん。真っ直ぐに止まられへん。あ、そう。ここへ入れられへん。え、ほんなら、あの、あ、そういうことか。あ、さっきに横やって、あの子をこっち入れてしまえばいいやん。一番上のやつ左にやって、でその子やって、で入れてしまって、あ、そうか。あ、できる。え、そこ止まられへんやろ。止まられへん。それをどうやって入れんねんって感じやな、ほんなら。わかった。その子上やって。これ？うん。ほんでその一番下上やって。でピュンって入れて。いけた。してこいと。なるほど。ああ、回ればいいや。ああ、来た。レコード。え、あの曲？お母さん死んだやつじゃないの？あ、そうか、この人ら知らんねや。あ、そうか、孫世代やか。出た出た出た。いや、もうちょっと笑えよ。正しく踊れみたいなこと。Thank you.
イナルが確認しようかな。さすがあれ涙じゃなくてブラッドやったん。血がいるんかな。えらい刺したな。あと3話か。ちさきしよう。ああ星1930星。あ、お母さん、お母さん、星を見なさいって言う？あ、言ってたな。ああ。何？あ、鳥の餌。あ、その中入れるんちゃう？早っ。あ、お母さんの手紙や。ここで回収か。未来生きてんな、この鳥も。そうやんな、鳥ってそんな。じっちゃん落ちた。何これ。私こういう星座系ダメだわ。そういうわけだね、繋がってるわけ。あ、一本繋げ的なやつ。あの
テケテケのあれ。ああ。この手紙は見れないの？渡されへんのか。あ、渡すのか。目つき。ああ、同じやな。スタンプ押したもんな。星見ろって。とりあえずこれとかなんかのかな。つなげろ。全員つながればいいか。多分。あ、ここは回されへん。難しいな。外部は決まってるのじゃん、一番外の。上と下つながらんかやろ。あ、できた。あ、見逃した。チーズ食ってるか。よっしゃ、これで、あ、なるほどね。2階に上がってきたんかな、屋根裏。あ、カードや。多分、星座を見つけろって感じかな。多分。まだかける。あ、ほんまや、かける。四角っぽいやつ、これかな。ちゃう。ほんまや。星座とかほとんど興味がないわ。で、人間がサッカーしてみたいな。これかな。ああ、ぽい。こう、うん、こう、こう。あれ？足りひん。上になっちゃう。これか。うん。どんどん増えてってる。一旦。これ？じゃない。これかな。うん？こっち？これかな。ようわからんな。
正解。あ、最後か2番目のやつか。え、最後これじゃない、2番目やろ。あ、上からの、こう、あ、私こんなあかんわ。え、さっきのよりずっとマシやわ。こうだ。おお。え、なに、まだあんの。ああ、お母さんの写真のやつか。お母さんとおじか、これだ。写真を撮れ。ここにあんねんけど、よいしょ。もうさ、うん、あの怪現象、この一族が引き起こす怪現象にも慣れてきて okay、うん、てかさ、うん、未だあの乳首事件のこすものがない、うん、やっぱ衝撃的やった。おっさんの裸と乳首、これは。え、でも3つなかった今。お母さん、おかん現れた。あ、息子よ、息子よ、私の手紙を呼びなさい。よかったなまたおじは何を言うっていうか、もう呼んだよっていう。お前、これかな。あ、やっぱりこの人がカラスない。あ、そうなん。兄さん、必ず孫たちに3つの懐中時計を見つけてもらいたい。そのレンズを持っていくといい。ちょっと待って、でもな、あの、え、ほんならあの乳首のおっさんお兄ちゃんな。そうやな、今うちらが動いてんのは乳首のおっさん。そういうこと。自分の乳首をツンツンしてたん、心臓を捧げたんかな。やめてマジかよ。レンズ取れたで。私自分の体あんな風に発見されたら嫌やわ。てかさ、乳首がニュンってなったやん。あれもちょっと嫌。あ、そうか、お母さんが手紙見ろって言ってたから、このレンズ使うんちゃうかな。あ、そうやった。V を探せ。V あるやん。これか。そっちがいい。へえ。LOVE に見える。正解。ラブ。愛してるわ。これか。ああ、そういう。お。母の愛やな。でもさ、ラブで開く箱嫌じゃない。よっ、あ、いった。あ、ゲット。これで2つ目やな。あと3つ目多分、あのローズちゃんがおるんかな。目シュバシュバさせてる。ちょっと潤んでんのかな。お母さんの手紙も読めたし。うん、あれ、合致した。あと2、これ終わったら次、最初から。ここに3人の話が入るのかな。ぼっち、もう死にまくってんもんな。見た、あの、あいつの墓。え、一番でかい、ほら、
サムエルかな。目かけた？サムエルって息子、ジェームス、お父さん。ああ、やっぱ私も欲しいって。どんな。これは体を揃えろってことかな。おお、なるほど。じゃあ全然足りひんか。墓嵐やん。あ、みんなの骨で一体を作れっていう。アールバート、あ、復活してきそうやから石で埋めたんねやろか。アルバートは危険やもんな。間の、あれ、ローズは恨んでたんやろか。え、アルバート、どうやろう。骨じゃないもんでできたな。どこの骨かわかる？ねえ、マウスで、お花のマークと丸、花はあの女の子やろ、これか。お花とレンズみたいな。あなた自殺した人ちゃん。を足したのと月日。この一族ほんま不吉やわ。時計みたいのと顔。だから花のマークの月は10月10。これは違う。あ、水晶玉のマークや、間の。おう、あ、12月。時計が30日。でこのマークよ。3日かな。で取れたわけか。で、え、こら、こら。じゃあまあ骨、これは足かな。あれ？もう片方の足とか、そういう。あ、そういう感じ。変わりまた。一個足りひん？あ、ここや。あ、あったそんな。隠れてた。2列あったらしい。
えらい足の笑ってんで、そんなシステム。はい、こいつはほんま何にも動じひんな。ゲット。犬は相変わらず生きてる。きた、いよいよ最終。あ、ルーツ取られた。した。ジェームズ。あれ、あ、取れるん。また溶け合わす系かな。あ、これ。ああ、集めたやつ？はめるんや。これか。へえ、兄弟やね。お兄さん。じゃあカラスやから弟。ザ・クロー&ザ・デッドマン。デッドマンっていうのこの黒い人。で、あと手前か。アルケミスト、フルメタルアルケミスト、錬金術師。この二人？あれ、アルケミストって、アルケミストって錬金術師かな。ちゃんだけ無事。じゃあとりあえずこれを。あ、いけにえ。あ、だからあのおっさんおったんぜな。そういう儀式やったんや。服着とけばよかったんに。え？あ、もう開けられへん。え、何、どういうこと？やったねんって感じ。なんか一個足りへんや。何？一二三、一二四三、
あ、数字の順に載せろって感じかな。これの。あれ？違うな。SMI。あ、向こうのやつと一致して、合致してるじゃん。これ一応合わせていくんじゃん。なななな、なこれ一合わせるんじゃん。傘？ほら揃えれた。いやでもこれだけなんや。どうやろ。3で揃えたらなんか高そうか。3で揃えた。いや下に揃えようと思ってできんかったからさ。3で揃えた。じゃあこれを控えればいいか。この試し、涙4かな。で脳が3で下が5。下5。一人の命ちゃうわ。体で揃いそうやのにな。なんでこんなみんなの分取るんやろな。違うに足がに。S が1。じゃあ I も1。M が3。E が4。A が3。R が2。あれ分かんないか。分かんないな。上の写真とも一致してる。写真は真ん中。音ない。ん、音してる？してるよ。ポタポタ。やっぱりでも。もう3やるな、もう。スターが1を守らなかったじゃん。で1で合ってるわ。え？まずどういうこと？3やん。お、絵に描いてあったんも3やん。お、でも下は5やん。お、でも1って書いてたやん。うん、足したら6やね。お、何を足すの？絵にさ1って書いてたやん。お、
でも乗ってんのは5やん。お足したら1足す5は6やん。お K は乗ってんの3やん。お絵に描いてあったんは3やん。ほら、うん、足したら6やん。あ、そういうこと。絵の数字と測りの数字足すと6になるんや。ということは一番、そんなんどうやって導き出せばいいん。だからその数字の関連性で出さなあかんかった。ひらめき、嫉妬しか考えられへんや。ヒントなんかなかったもん、だから6なんや。だから S は5や。同じ高さにするまではいいとこまで行ってたんで、それは分からへんわ。心臓バランスザ、ほら6マイナスって6から引けって。でもさ、このヒントさ、ここに書いてても意味なくない？意味ない。なんかすっきりせえへんけど、最後の最後に見てしまったやんな、つらっ。よし、うわぁ食あり、どんどんなくなっていく。めっちゃピーマン食ってる。ピーマンどん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 、誰が生き返るの？なになに？ヤッホー回ってる、待ってや、また再臨したやんか最悪や。え、全部ジジイになんねんけど誰がジジイのこんな姿見たいんよよくこれオープニングとかで流れる女の子の姿やんのために頑張ってたん、うちら。終わった終わったけど、これ一個気になるのはさっきのドレスな。それは私分からへんねんけど、これって、これだったら出てくるんだけどさ、トラン
あ、最初からしなあかんの？いや、そんなことないと思う。そうやな。はあ、なるほど。でもさっきのもなんかいろいろヒントやったのかな。カクカク。ああ、多分。乳首のおっさん蘇っただけやん。あれでも男の子なのかな。女の子なのかな。男の子やろ。あの寝方は女の子やったけど。場所が舞台なんやか、多分ルーツやから、謎の始まりがこの一族なんちゃうかなっていう。とりあえずはそんな感じ。まあ、他もやってみないとちょっと何とも言えないけど、絶対私最後乳首で開ける人ほんまに。なんか結構なかったな。はい、めっちゃ疲れた。多いわ。お疲れ様でした。この度は最後までご視聴くださり本当にありがとうございました。チャンネル登録がまだお済みでない方はぜひチャンネル登録お願いいたします。